ことでしたしね。はい、じゃ続いてキャストネームひらがなでまっちゃんさんです。ありがとう。あんちゃんキャストの皆さん、おこんです。おこん。10月16、17日のシャロンセカンドラブライブお疲れ様でした。ありがとう。両日現地参加しました。すごい、ありがとう。1年8ヶ月カーゲツぶりのシャロン、本当に可愛くて綺麗でかっこよくて最高でした。いろいろお伝えしたいことはあるのですが、一番はあんちゃんの本日は本当にありがとうございました。この一言を久しぶりに、とても久しぶりに聞けたのが嬉しくて最高の締めだなと改めて思いました。とても楽しい2日間ありがとうございました。シャロンサードライブいつまでも待ってますといただきました。ありがとうございます。なんかみんなそうやって言ってくれるよね。いいんだかなんだかって思うんだけどさ、いやあんなもんだって気持ちじゃんって思う。最後にありがとうございますを腹から声出して言わんで、なんかこうなんていうかな、感謝が伝わるんかって自分の中ですごい思ってて、それは舞台、まあ舞台で育ってきたからっていうのもあるかもしれんけどね。やっぱね、人が感情が高ぶって思いが高まって腹から声が出て感謝を伝えるって、なんかね、いろんなそれぞれの舞台立って座長とか見てきて、自分も座長やらせてもらって、まあ役ももちろんあるけど、やっぱねそれで気持ちが締まるのよ自分の中で。だから、うん、ある種一個は自己満足のような気がする。大きな声でちゃんと感謝を伝えるっていうことが一つの、まあ空手やってたっていうのもあるのかな、なんかこう礼儀だし、うん、自分の感謝の伝え方のような気がしてるんだよね。しっかり感謝を伝える、お礼を言うっていうことが当たり前じゃないじゃん。なんか当たり前なんだけど、当たり前にできにくいことなんだよこれって多分。なんかありがとうごめんなさいが言えない問題あるじゃん日常的にさあるじゃんね。挨拶しないできない子が多いとかさ、なんかいろいろあるじゃん、そういう社会のね中でっていうの、たまたまよくテレビとかで見ますけど、ネットニュースとかでも。でもなんかそういうのが一歩のつながりのような気がするんだよね、絆のような気がする。ちゃんと感謝をしてここに来てくれてありがとうだし、楽しんでってくれてありがとうだしっていう、そのちゃんとありがとうが言えるってことがまず人として自分の中で大事だと思ってるから、うん、あれは一個の自己満足だよ。9人でいる時も3人でいる時も3人分で、今回はバンドさんも入れたら、もっとその分を一人でパワーで出したらその倍の感謝が伝わるわけなんだから、それは自分の中でやるべきことだなっていうふうにすごく思ってるんだよね。うん、だからそれがちゃんと伝わったのがすごくいいし、それがまあ最高だと思ってくれてるんだったらなんか良かったなとは思うけどねはい、続いて、キャストネームひらがな